トヨタ自動車はシエンタなどの車種で不具合があり、最悪の場合火災が発生する恐れがあるとしておよそ23万台をリコールすると国土交通省に届け出ました。対象はトヨタのシエンタ、ポルテ、スペイド、カローラアクシオ、カローラフィールダーの5車種のうち、2015年2月から2017年8月まで製造された23万4787台です。国土交通省によりますと、スタータと呼ばれるエンジンを始動する装置に不具合があり、エンジンがかからない状態で始動の操作を繰り返すと加熱し、最悪の場合火災が発生する恐れがあるということです。これまで13件の不具合が報告されていて、このうち2件は火災が確認されていますが、怪我人などはいません。トヨタは使用者にダイレクトメールなどで通知し、部品を交換することにしています。